本当にパンダって人の気持ちを幸せにしてくれますよ ね、はい、今日のトレバズはそのパンダフィーバーどうなっていくのか見ていきたいと思います、はい、今回生まれたのはリーリーとシンシンの子なんですね。1頭が 124g だということ以外は性別なども分かっていないということで、先ほど VTR にもありましたが、パンダの性別を判定するのって非常に難しいんですって。そうみたいですね。ね、だから今分かっていないということなんです、はい、で、あの4年前に生まれたシャンシャンがこの2頭のお姉さんということになります、はい、で非常にこのパンダの繁殖というのが難しいというのが、まあ、よく言われていることなんですが、過去にはこんな強者もおりました。アドベンチャーワールドにいるエイメイさん、こちらの方なんですけれども、1992年中国生まれのオスなんですが、はい、エイメイさんとお呼びかけしたのにはこの方、人間でいうと80代ぐらいの大ベテランということなんですが、2人の奥さんとの間、まあ、2匹か2匹の奥さんとの間に16頭ものお子さんがいらっしゃるということなんです。みんなそっくりですね。確かに可愛い、ね、そっくりだわ。その感想はいいのか。可愛いですね。でこれよくあのご覧いただくと気づく方も多いと思うんですが、結構双子率が高い。あ、本当だ。で実はパンダって知ってました？あれ、これじゃない。戻って違うかな。こっち、はい、双子が生まれる確率というのが 45% もあるんですって。人間からするとかなりの高さですよね。で今回も双子ちゃんだったということなんです。そう、でもとにかくパンダがみんな大好き、 SNS もこの話題で持ちきりなんですが、早く見に行きたいな。シャンシャンが6月生まれで12月から抽選公開だったから今年もそれくらいに見られるかなという予想、なるほどと思ったんですが、もしかしたら、まだ何も発表されてないですが、はい、もしかしたら年内には見られる可能性もあるのかなと、このあたりも期待が高まっているところです。シャンシャン見に行きましたよ。あ、行かれました？え、抽選当たりました？いや、もうだいぶ経ってからだから。あ、そうですか、うん、そうなんです。毎回パンダフィーバーというのがすごくてですね、まあ、古くは1972年、さすがの小松さんもここは知らない。生まれてないです。ランランカンカンが日本に初来日した時に開園時に長蛇の列ができました、ね、でここですね、小松さんご覧になった2017年のシャンシャン誕生も記憶に新しいと思います、ね、初日はおよそ46倍の抽選、私は実はここに申し込んで外れましたけど。あ、申し込んだんですね。家族で見に行ったらね、見に行きたいなと思ったんですけどね。お子さん嬉しいもんね。でやっぱこれだけあの人の心をつかむパンダ、その秘密はどこなのかというところを上野動物園に伺いました。すると2点挙げていただきまして、1点目が赤ちゃん体型、あの大人になってもやっぱ体に対して頭が大きいんですよね。確かに、うん、やっぱそこが可愛い。あ、もう文句なしに可愛いと思わせる。確かに。でさらに顔の黄金比率というのを持っていまして、一般的な動物に比べておでこが広いんですよ。で顔のパーツが下にキュッと寄ってる。どうですか、美穂さん、可愛いでしょ。やっぱり確かにね、うん、あのメイクとかで私たちも顔下に寄せませんか。おでこ広い人確かに可愛いって ね、見えますもんね。もともと可愛いってことで、しかもあの垂れ目、もうたまらないポイントが本当に多いんですよね。比べられてるとか虎なんですね。そう、まあね、比べられた虎も迷惑そうな顔してますけれども。さあ、そして歴代の、ね、お名前並べてみると、カンカンランランから始まってパンダの名前というとこう繰り返し名ですよね、うん、前回は公募だったんですけれども、今回どう決めるのかというのはまだ決まっていないんですが、ここも注目が集まりそうです ね、何になるんでしょうね。もうここまでいろいろあるから、なんかいろいろ出したくもなりますけど、やっぱり繰り返しですもんね。、うん、上野はね、そうなんですよね、はい、アドベンチャーワールドはまた違いますよ ね、金がつきますけどね。さあ、そして今回のこの経済効果なんですけれども、関西大学の宮本名誉教授によると、前回のシャンシャンの経済効果およそ232億円を上回るのではないか、なぜかというと、やはりコロナの影響があるという予想だったんです、はい、コロナで今出かけられない自粛生活が続いている中で、もう可愛い双子が生まれたのか、見に行きたいと思う方が多いのではないか、さらに今後ワクチン接種が進み、ある程度の人数が出られる、見られるようになるのではないか、このあたりから考えると経済効果も大きいのではないかと
ということでした。ワクチン接種が進む進んで、まあ、多くの方が見に行けるような環境になるということですね。ずっと見てられますよね。本当にしかも今回繰り返しになりますけど双子ですよ、ね、やっぱり当たり前ですけど2倍可愛い絶対見たい、うん、抽選申し込みましょうかあるならば、ね、はい